こんにちは、パパが YouTuber のパパさんです。今日はアトマススケートパークのこちらランプ、これをお借りして超初心者でもランプが楽しめるハウツーをお伝えしていきたいと思います。今回のハウツーはやってまいりましたロックトゥフェイキ、通称インターフェイキですね。これやっていきたいと思います。まず実際にどんなものなのかやってみますね。ちょっとやってみてみましょう。ロックトゥフェイキ解説していきます。まずパンピングでここら辺まで来たら、次行くぞっていう時に反対側の R で思いっきりパンピングします。しっかりここでパンピングして勢いつけてやる。そうしないとこのコーピングを超えれないことがあります。このギリギリで決まっちゃう。これ最強に怖いんでしっかりパンピングします。ここでね、グッとで勢いついたらこうかけます。かけたら次後ろを押して戻す。かけて押して戻す。これしっかり後ろを押さないとかけてここで引っかかります。そうするとバーンってバーンやられるんで、このちょっとね、最初はこんなに上げなくていいです。もう気持ちちょっと上げるぐらいで勢いがついてるから帰ってみます。ちょっと やってみます。下に肩を置いて、で後ろまで引っ張った状態からね、始めます。近くでね、見てみます。これいいと思います。普通にパンピングをしたらノーズ前をちょっと上げます。ノーズをちょっと上げます。一番上に行った時に上げる。慣れてきたらもっと上げていきます。これは無理してやらなくても OK。 とにかくパンピングをしながらちょっと上げて、ちょっとこれいいと思います。あとなんかあるかなそんなもんかな。でちょっとその頭上げね、小太郎にもやってもらいます。最初はこんな感じ、音をね、タン、そう、こうすると R で頭を上げる感覚ととても似てます。ドロップインができるととても練習しやすいです。こんな感じでドロップインから一連の流れでドロップインからインターフェイク、ね、こんなもんかな。でこれおそらくスケボーで初めてやるランプの技だと思うんですけど、コーピングに引っかかって、こう引っかかって後ろにこう転ぶとかね、結構経験すると思います。わずかな段差なんだけど、ここ結構当たるんですよね、ここね。で帰りもそう、この結構当たります。なので上がるときにちょっと上げてやる、帰るときにちょっと上げてやる。
ロックトゥーフェイキー、通称インターフェイキーですね、解説させていただきました。このチャンネルでは超初心者向けのハウトゥーをこれからもアップしていきますので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録、あとこの動画いいねと思った方は、高評価、お気軽に相談とか質問コメントいただければ励みになります。じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。